はい、どうも、小太郎ですっていうわけなんですけどもね。はい。いや、今回はですね、前回、東京のジンバーさんに行かせていただきまして、ね、そこでですね、たくさんのね、僕の視聴者さんから、プレゼントをいただきましたんでね、それを紹介していけたらなって思います。はい。やっぱりね、そのいろんな場所に行くとね、その土地土地のね、名産をいただけるっていうところでね、食べ物はここが名産なんやとかね、そういった感じで勉強にもなりますんでね、いや、もう本当ありがたい話ですけども、順番に紹介していただけたらなって思います。はい、まずですね、こちらですね。はい、ね、まずこれなんだこれ。ね、こうやってまとめてね、ちゃんとジップロックに入れていただきましてね、本当ありがとうございます。はい、まずはですね、あ、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、あ、なんかおしゃれなやつです。IKEA の、あ、ナッツ、シーソルトアーモンドピーナッツバー。あー、これまた登山に使えそうなやつ。本当ありがとうございます。順番に紹介していくと、次何これ。あ、ハニーバターアーモンド。あ、これトレイルミックスにめちゃくちゃ入れやすそうなやつですね。なんで賞味期限も22年10月17日、秋のアルプスまで行けるじゃないですか。これね、本当ありがとうございます。ちょっと水飲みましょうか。もうまっていうところですね。次は、あ、何これ、燻製ミックスナッツ。あ、はい、これもちょっとね、飲みの時にちょっといただきます。本当ありがとうございます。はい、でね、次順番にね、紹介していけたらなと思うんですけども、何しましょうかね。次は本当ね、たくさんいただきましてね。あ、あとね、次ですね、みやこまんじゅうっていうのをいただきましたね。これ、賞味期限がね、今日27日までだったら、もうちょっといただいたんですけどもね、これも美味しくいただきました。本当ありがとうございます。はい。で、ね、次ですね、こちら。なんだこれ、柿の種の、なんか、あ、明治ザチョコ、あ、明治の柿の種っていうわけですね。あ、これ待って、トレイルミックスに入れたテンション上がるやつじゃないですか。本当ありがとうございます。次はですね、大人のじゃがりこ、からし明太子風味ですね。あ、なんかこれも良さそうな感じですね。はい、本当ありがとうございます。で、次ですね、はい。あ、桜どら焼き、あ、これもまたおしゃれな感じじゃないですか。これね、これ、あ、桜葉入り、なんか、よくちょっとわからないんですけど、それ入ってます。はい。これ、いいじゃないですか。季節のものを味わえてね。本当ありがとうございます。あ、次またこれ、抹茶のブラックサンダーですね。あ、これ、あれですね。愛知県に引き続きね。またこれ、東京でもいただきました。ありがとうございます。はい。次、順番に行きましょうかね。あ、これいいですね。これね。牛角のふりかけの、ですね。こう、あるいは牛角のふりかけ。あ、こうご飯に入れてもいいですし、あ、ラーメンに入れてもいい。あ、ラーメンにも入れていい。これいいですね。ちょっと入れたろうかな、今度ね。あ、じゃあちょっと入れさせていただきますんで、本当ありがとうございます。次ですね、順番に紹介していきますと、こちらですね、あ、なんだこれ、町田製菓、町田のね、食い物、あんま食べたことないですね。町田製菓のなんだこれ、全自丸の里。あ、なんか柿を、柿を入れたおか和菓子ですかね。柿ピューレ入ってますね。ああ、いや、これもね、ちょっとね、行動食として美味しくいただきます。本当ありがとうございます。次ですね、順番に紹介させていただけたらっていうところなんですけど、なかなかね、でたくさんありますね。まあ、どうしましょう。今日多分1日で終わらせようかな。はい。でね、こういって順番に言ってるんですけども、はい。次はどれに行きましょうか。はい、これに行きましょうか。はい。またこれ、こじゃれた入れ物、まだこれ、こじゃれた入れ物に入ってるじゃないですかね。これは、あ、なんだこれ、クランベリービスタチオ、あ、無印良品の、あ、またおしゃれなやつ、ありがとうございます。そして次ですね、あ、これ、あ、ホロニガブラック、あ、これいいな、これ。で、カメラリゼ、あ、なんか、カラメリゼ、あ、なんか手につきにくいチョコレートですね。あ、これちょっとね、冬の登山の間に買ってくわなダメですね。ほんとありがとうございます。あ、嬉しいな、ほんまな。いやー、これ登山いっぱい行かなあかんな、これ。ね、ほんま登山いっぱい行ってね、これをね、登山で消費したいですよね。ほら、これめちゃくちゃいいじゃないですか。これ何ですか、これは。魚の塩せんべい。うわ、また酒が進みそうな一品ですね。あ、じゃあ、またね、ちょっとね、ライブの時とかでもこれちょっと食べいただきましょうかね。ほんとありがとうございます。次ですね、あ、なんか出ました。手ぬぐい。おしゃれなやついただきましたね、これ。ちょっと開きましょうか。祇園祭り行っちゃうか。何やこれ。麺 100% 手ぬぐいだからね。なんでしょうね、これは。すごいな。なんかすごいぞ。あ、手ぬぐいですね、これ。お、なんか、ああ。どっかの名産かな。麺 100% ね、これね。ちょっといただきました。あ、なんか、
厚木のやつですね。神奈川県の厚木の、厚木って何が名物なの、これ厚木名物のやつですね、これね。はい、いやー、これあー、なんかいいですね、これなんか和な感じがありまして、これ夏でもね、こう清涼感のある色目でね、これね、暑さをこう色で暑さをしのげるっていうパターンのやつですね。本当ありがとうございます。はい、次ですね、どんどん紹介していきましょう。はい、まずね、これなんだろう、甘酒ソフトキャンディー。あー、テンションが上がるな、これ。ちょっとね、いいじゃないですか、これね。甘酒でポロッとした感じでね。あー、これちょっと食べながら登山したらね、これ結構エネルギーも確保できるんじゃないでしょうか。本当ありがとうございます。はい、次ですね。次、どんどん行きましょうか。なんだこれ、豆乳サンドビスケット。あー、これはいいじゃないですか。豆乳なんでね、これカロリーがあそこまで高くない感じなんかな。あ、いいですよ。登山にね、こうちょっとね、いただきますんで、本当ありがとうございます。はい、次ですね。はい、次どんどん行きましょう。はい、あ、いいですね、これは。これはね、いいのいただきましたよ、これ。ね。あ、すごいな、これ。相模ビール。ああ、あゆころちゃんか。あ、これなんだろう、これ。あの、相模の、地ビールってかな、クラフトビールかな、これ。ああ、いただきます。本当ありがとうございます。これいいですね。こちょっとね、また、登山とか、登山ちゃうな、どっかでね、これライブで飲みたいですね。ライブの前にちょっと飲みにいただきたいと思いますんで、本当ありがとうございます。はい、どんどんやっていきましょう。はいはい、どんどんやっていきましょうかね。あ、次これですね。あ、なんだこれ。ゆずどら焼き。あ、いいですね、これね、ゆずどら焼き。これも登山でテンションが上がるやつじゃないですかね。ちょっとね、こういう高級なやつだったらね、なんかもう登山、なんか工業食の段階でもテンションが上がりますんでね。はい、本当ありがとうございます。はい、次行きましょうか。次、あ、これいっぱいあるな、ほんま。ありがとうございます。あ、これなんだこれ、シンプルな綿菓子。めちゃくちゃいいじゃないですか。ね。なんだこれ、綿菓子。あ、このまま食べるって感じか。いいな、これ。なんかちょっと、タオルと間違えてまいそうな感じですけどね。ちょっといただきます。本当ありがとうございます。次ですね。これなんだこれ。あ、飴ですね。あ、これ、紅茶あれって飴じゃないですか、これね。あ、足の形した、あ、登山に、合わせた足の形をした飴ちゃんですね。あ、これいただきます。本当ありがとうございます。この4月ね、5月たくさん重装に行くんでね、こういうのがあればね、ほんと嬉しいんですよね。あんまりね、重装です。あ、これなんだこれ。あ、ドラえもんの東京バナナ。すごいおしゃれじゃないですか、これ。3月2日まで、今日までやないかいで。あ、よかった。確認してよかった。今日までですね、これ。あ、じゃちょっとこれ今日いただきますんでね、これちょっとね、ありがとうございます。はい。今日晩ご飯にしますんで、これありがとうございます。はい。次ですね、どんどん行きましょう。これ、あ、なんだろう、これ。あ、きなこ棒。あ、これのきなこ棒、いいじゃないですか、こんなね、駄菓子みたいな感じ。これも登山で使わせていただきます。本当ありがとうございます。はい、これね、ドラえもんのやつはね、こう、ちょっと置いとかなあかんね、これね。ちょっとね、先週で疲れた時にね、これいただきますわ、これね。あ、ちょっと回復するんでね。お、また次、なんか、ええ感じのやつが、これね、裏にドレッシーから、モンベルの袋に入れてくれてるんですよね。こうやってね、プレゼント用なんです。これちょっとね、お値段するんですけどね。あ、お心遣いありがとうございます。はい。次、あ、おっと、これ、モンベルのやつばっかりじゃないですかね。クッキーとかね。この、なんか、ああ、いいですね、これ。あ、これ僕の大好きなね、モンベルの、これあれさ、アミノ酸も入ってましてね。あ、スポーツ用感も入ってましてね。これまさに登山のためにね、登山のためのこのね、やつをいただきましたね。これまたね、重曹等々でいただきます。本当ありがとうございます。はい、次ですね、どんどん行きましょうか。はい。ね、んーと、あ、次、あ、これこちらのシリーズですね。はい。ラーメンシリーズが出てきました。はい。ラーメンシリーズ。あ、これ、八王子ラーメン。これ前回いただいたやつですね。あ、これ、あ、日清の方かな。なんかいろいろ種類があるんかな、これ。これ美味しかったんですよね。はい。またね、登山でいただきますんで、本当ありがとうございます。はい。次ですね。出ました。また八王子ラーメン。今度はニュータッチってところですね。あ、これ玉ねぎの風味が美味しいですね。これまたいただきますんで、登山でね。はい、本当ありがとうございます。はい、次ですね。はい、どんどん行きましょうというところで。何度でしたっけね、次。あ、なんだこれ、すごいおしゃれですね。4月7日、あ、高尾ポテト。うわ、すごい高級なポテトが出てきましたね。あ、これいいですね、これね。こうスイーツポテトね。あ、これまた登山で使わせていただきます。本当ありがとうございます。はい、っていう感じですかね。はい、以上ですね。東京の陣馬さんでいただきましたプレゼントです。はい、ほんとね、皆さんのこのプレゼントをね、登山とかで、ね、普通普段でも美味しくいただきましてね、またね、頑張って面白い動画、ためになる動画をね、頑張って作りたいと思いますんでね、引き続き頑張っていきますんで、応援ありがとうございますっていう感じで、まあそんな感じで、ほな、さいなら。